業の相談はしたいなと思いますけど、人生の相談はしようとは思わないですもん。お願いします。あのワークシートとはちょっと違った質問がしたくて、それをちょっとあんまり書いてこなかったんですけど、目標っていうよりかは目的のところをお聞きしたくて、はい、YouTube とあとリフォームとあと卸の会社をやってまして、すごいですね。23なんですけど、17から商売してて、はい、お金儲かったらいいかなでずっとやってきて、はい、多分その辺の一人かは稼いだかなっていうぐらいは稼いだんですけど、はい、目標とかあるんですけど、明確なあんまなんか燃えなくて満足してしまってる状態なんですね。満足はしてないんですけど、はい、なんかワクワクしやんっていうのが正しい表現なんですけど、はいはいはい、どうやったらこうもっと楽しく仕事できたりとかやっていけるのかなっていうのはお聞きしたくて来たっていう感じになります。気持ちはすごくわかります。なんか同じような質問あなたから受けた気がする僕が彼に言ったアドバイスはマッチングアプリに早速登録しなさいっていうアドバイスをしました。そしたら彼女ができたんだよね。どうですか、景色がそのくらいだったわけです。色はつきましたか？色鮮やかに。じゃあマッチングアプリに登録しましょう。いやでもそれも一つですよね。ただ、はい、事業領域っていう部分ではご自身より稼ぎまくっている人に対してお会いした時にどう思いますか？はい、実際、はい、僕よりめちゃめちゃ儲けてる人と会った方が早いなと思って、はい、1兆ぐらいの企業をやってる人とか社長とか仲いいんで話したんですけど、はいはい、その人のビジョンっていうか目的はこんなんあんま考えたことないって言われて、はい、だからそこのベクトルになってないんですよね。別にいいんですよ、価値観の問題なんで、はい、過去にどんなことをされてきたんだろうっていうことを今問診してる状態なんですね。要は目的としてはワクワクしたいってことですよね、はい、まあ、楽しんで仕事したい。でもそこに対してもう満足している部分があるから、はい、ワクワクするかもしれないけど面倒くさいっていう感情の方が先に出ちゃうのかなと思ってるんですよね。ごめんなさい、会社の売り上げって聞いていいですか？3社に分けてるんですけど、はい、合計したら8、9億ぐらい年間で。なるほどですね。でそこに対してめっちゃ稼いでる人に会っても満足して、まあそりゃそうですよねということで、プロダクト発掘のスピードを上げたらどうですかと思いました。暇なんですよ。めちゃめちゃ暇です。毎日フォーカスしますですよね。アドバイスとしては、稼いでる人に会うんじゃなくて困ってる人に会ったらどうですか。困ってる人が問題を掲げて持ってくるわけですよ。でそこに対してお話を聞くっていうのが普通なのか苦痛じゃないのかっていう部分、アドバイスしたりする、アドバイスっていうか、そこで出資者を見つけるアドバイスですね。ご自身でやったらうまくいくんですよね。うまくいきます。自分でやらなければまた新しい領域来ません。なるほど、はい、要は自分にとって困るところに身を置くっていうのがすごく大事です。自分にとって面倒くさい案件とかを弾いてしまってるとか、勝てるところにしか行ってないんじゃないのかなって。例えば僕がですよ、美容室166店舗やってますし、他の事業もやってます、はい、でもこれが200店舗になっても多分嬉しくないんですよ。もう全くワクワクしないんですよそんな感じです。だからミッションが高い教育のインフラを作るって掲げたんですよ。まあまあ人生を捧げないといけないじゃないですか。できたところをイメージするだけでワクワクしますよ。ワクワクするけどまあしんどいわけですよ。何が言いたいかっていうと、次のワクワクを掲げられるようになってればいいだけなんですよ。投資家の領域になってきてるわけですよね。ただ稼ぎたいって気持ちはあるんですよ。投資すればいいじゃないですか。勝てない人を勝たせてあげながら慈善活動のように移りますよね。だって勝てない人に対して勝たせてあげてるわけですから。世の中よくしてますよね。その状態で知名度を上げながら、勝たせてあげるからこれぐらいちょうだいねって言えるじゃないですか。勝てる人とじゃなくて勝てなさそうな人とやるとかね。僕の個人的な意見言ってもいいですか？なんかそういう人って、はい、僕の会ってきた中で、はい、なんか全部他人の責任にしたりとか言い訳ばっかりで、なんか嫌なんですよね。喋ってたら映るっていう。その中から会って選ぶんですよ、はい、ちゃんと。なるほどなるほど。そうじゃない人がいるんですよ。この人は付き合ってもいいなと。だけど今実際にスキルと収入がないだけだなって。この人はいずれ稼げるなっていう人を会ってくうちに判断していくじゃないですか。どこにいますか？端から話していってください。どこにいるかなんか分かんないです。答えをなんで一発で取りに行こうとするんですか？この授業相談会を100人ぐらいやると顧問が1人増えるんですよ、大体。できれば顧問になる人と一発で取りに行ったら楽っすよね。確かに。ただいろんなアドバイスがね、パッとしないと思うんですよ。というのも現状困ってないわけですよ。こうしたいって目標はあるんですけど、はい、な燃えないっていうか、はい、だからそうしたいわけじゃないんじゃないですか。本当に心からそうしたいのか、それとも難易度として楽なのか、どっちかですよ。どっちですか？難易度としてはまあ普通ぐらい。じゃあ難しくないってことですね。だからいずれはできるだろうってものですよね。そうですね。いずれはできるだろうっていう領域のものをやめたらどうですか？僕今そこなんですよ。うまくいくことしかやらなくなるから、人とビジネス始めるって始めたのが協業なんですよ。そうするとコントロールできない人たちが増えてくるから、めっちゃパニクると思う。だから自分が次のステージに行くんだみたいな。
わかりますかね。今はもしかしたら言葉で何を言っても燃えるものは見つからないのかもしれないです。さっきからストライク投げられてる気がしないんですよ。まだ僕の話をどっぷり聞くぞっていうスイッチになってないんですよ。そうですね、はい、完全にはそうですよね。これが完全に入るためには一緒に過ごす経験時間軸を塞げなきゃいけないのかなって。ずっと付き合いしてる人っています？一番付き合いが長い人って両親家族以外で誰ですか？高校とか小学校からのやつは、はいはい、その人たちってビジネスやってる人たちですか？全員会社やってますね。起業されてるんですか？全員社長です。めっちゃ優秀っすね。お一人でやってます？社員はいるんですか？社員います。週1とか月1とかで飯食ってる子たちっているんですか？東京にいるやつはよく一緒にポーカー連れてます、はい、だからそこに対して見切りが早すぎるんですよ。人との付き合いを積み重ねるまでに見切っちゃうんですよ。良くも悪くも今風なんですよ。人を好きになるまで顔を合わせて高校時代の子たちレベルまで話してる人たちがもういないんじゃないですか？仕事じゃなくてポーカー仲間やったらいます。ポーカーになっちゃうんですよ。そうなんですよね、はい、でも燃えるベクトルで話さなきゃダメ。そんなにポーカー好きだったらポーカーの世界一取ればいいじゃないですか。そこでいいじゃないですか。問題解決しましたね。もうこれっすね。なんか昔は結構スポーツで頑張ってたりとか、はい、あとなんか受験の時とかもめちゃめちゃ燃えたんですけど、なんか終わってからやっぱこんなもんかみたいな感じにやっぱなるんですよね、はい、自分のためだけにやってるからあかんのかなと思って。そうだと思います。自分のためだけに自分で攻略できてしまうことをやってるからです。自分一人じゃ攻略できないものを仲間とやってみてください。難しいっす。だから人との出会いとか本当に困ってる人、本当に大好きになっちゃった人が男でも女でもです。この人助けるかって新規事業生まれてくることとかって僕よくあるんですよ。逆にどういう人が助けたいってなるんですか？ずっと通う人。あ、俺求めてないよって言いながらもうずっと来る人いるんですよ。可愛く見えちゃうんですよね、人として。でその人が嫌じゃなかったらですよ、精神的苦痛なことを言ってこなかったらですよ、はい、一生懸命でどんくさい人で、まあ、器用貧乏だったりとか何回も会ってやるケースが多いっす。そういう自分の厄介事をどんどん増やしていくと暇はなくなります。ポーカー封印してみたらどうですか？なんでポーカーやってるんですか？そもそもなんか燃えるんですよね、やってる時。じゃあもうポーカーでいいじゃないですか。問題解決ですよ。ただポーカー好きなんですけど、はい、ポーカーを本業にしたいとかじゃないんですよ。なんかもっと燃えることが欲しいなって。ミッション性が高いものをポーカーやってる時間を潰して探しに行けばいいじゃないですか。だからポーカーを今諦めてくださいってことです。それしかないです。いや、それしかないと思いますよ。だからその時間を減らしながら大人たちの話聞いてみてくださいよ。もっともっと大人たちが困ってるから若者が解決してやるかみたいな状態のスイッチが入るかもしれないし、もしかしたらその大人たちとポーカーやってるかもしれないし絶対ポーカーになるかもしれないじゃないですか。それで大人たちの話を聞きながら、じゃあその案件はうちで解決できると思うんでやってもいいですよっていうような風にポーカーで接待しながら切っていく、カードと案件を切っていくみたいな。ポーカーって大会とかってないんですか？あ、出てます。出てるんですね。1位目指しましょう。あ、そう、それを目指してるんです。だからいいじゃないですか、そこを着火させましょうよ、はい、それを目指しながら出会う人の悩み事も解決するでいいじゃないですか。ああ、僕はポーカーやってるけどあなたはやってる場合じゃないと思いますよとか言いながらカードも人も切ってくるんですよ。パサーって。ちなみに困ってる人ってそれお金だけじゃないですよね、はい、だって困ってるじゃないですか。今日僕は切りに行ってるわけですよ。僕はポーカーわかんないですよ、はい、品並べぐらいしかわかんないんで、トータルで語れるようになったらいいんじゃないですか、うん、だって僕今事業の相談はしたいなと思いますけど人生の相談はしようとは思わないですもん、うん、今日一生懸命来てくれている青年なんで一生懸命返そうと思ってるんですけど、人としての魅力はまだこれからですよね、うん、釣れすぎちゃってる。人生軸で登壇しようっていう風にこれからなってもらいたいです。起業家としては素晴らしいと思います。深みを作っていってほしいなと思って。事業相談っていうよりカウンセラーの領域なんですよね。いろんな大人たちに時間を取ってもらいながら話を聞けるような若者になっていってほしいな。今のスタンスで言ってしまうと相手にされなくなっちゃう領域っていうのが来ると思うんですよ。いつまで経っても応援してもらえるような人格を身につけていった方が、事業で資産家になりたいとかもっとでっかいお金を動かせるようになりたいっていうのは近づいてくるんじゃないですかね。はい、でこれで3ヶ月から6ヶ月後報告、こういう人に会ってこう思いました、クソでした、それでもいいんですよ極論言うと。だからクソじゃないからって、前と全然器が広がってないじゃん、収入は上がってるだけじゃんって僕は言いますから。多分収入上げるのはうまいと思いますよ。だけどそうじゃなくて心のキャパをどれだけでっかくできるのかっていうのは今後の課題になってくるんじゃないのかなと思います。器がでっかくなった方がいろんなことがうまくいくと思います。ご結婚された時とか、ご両親が自分のことが自分でできなくなった時とか、
今のままご両親が自分のことを自分でできなくなった時、とりあえず老人ホームで自動化でっていうような発言が出そうだなと思っててまず大事なところを忘れてないっていう、言ってる意味わかります？あんま父親には感謝してないんですけど、はいはいはい、母親にはめっちゃ感謝してるんで、それが感謝できるようになるんですよいつか。じゃあ人生ミッション上で親が死ぬまでに感謝の気持ちを親から見つけようでもいいじゃないですか。僕今それっすよ。親のことは嫌いじゃないけど好きでもないんですよ、特に親父は。でも僕絶対逃げないって決めていて、住民票長野に置いてあるんですよ。帰る理由がないとあの親には会わんって。親と会ってます？年1ぐらいですよね。それ増やしてみてください。まあ喧嘩増えますから。でもそこでまあまあって思える心を養っていくことによって、世の中のありとあらゆる問題に対してストレスが受けなくなるような器ができていくんじゃないかなとは思いますね。親父と弟だけですもん事業設計できない。この2人の問題は解決しないんですよ。でもいつか解決しないといけないビッグプロジェクトなんですよ。インフラは作れるかもしれないけど、親父の問題は解決できないかもしれないんですよ。どうしたんだ、たちゃん。そうだよね、本当に。その前の彼女さんにクリスマスでブランドのバッグ、いきなり十何万のやつ言われたんですよね。いきなり十何万のやつをプレゼントであげてくる女性って、北田さんどう思いますかお前稼いでんだからみたいな、器が小さいぞと、高山買ったれよと言い分は分かると。今回は買ったけど、次からゆっくり言っていけばいいじゃんと。俺は全然買えると、買えるんだけど、まだ付き合ってこれぐらいでいきなり欲しいものリストに十何万のバッグをあげてくるのはっていう、まろやかな言い方ができると、高山は男としてランクが。でもそういうことだよ。そう、めっちゃ同じのありました。前の彼女に付き合って3ヶ月ぐらいの、ね、はい、誕生日ってエルメスのめっちゃ高い財布買わされました。買わされたって言ってしまうところが、買わせていただいたって僕だったり。どっちの方が女性が見てて魅力的ですかって、そういうところからも全部影響すると思うんですよ。切るのは簡単ですよ。アホかと、買わされちまったわっていうのは簡単ですよ、はい、だけど簡単にしてしまうから、切ってしまうから深みが出ないんですよ。周りの人を熱狂させるっていう視点もすごく大事、めんどくさい人を切るっていう視点も時には大事かもしれないですけど、深みが出ない。尖りはするけど深みは出ないですね。一つのおっさんの意見として、まあ、受け止めていただいて、またよければいろんな人の話を聞いて、俺こういうふうに思ったんですけど、この感情ってどう思いますか、深み出てきたねとかって言うんで、人といっぱい、あ、それっす、めっちゃ人立った方がいいっす。今月いっぱい会ってるんですよ、12月。はい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 。新鮮さっていうか、なんか価値観が広がらんなと思って今も、はいはいはい、なんでこういう場所に来たりとか、はいはい、普段絶対来ないんですけど、はいはいはい、いろんな人に連絡して会って、はい、いいと思います。でも着席してもなかなか話に入ってきれないじゃないですか。質問の角度だけ、僕も一時あったんですよ。北原さんって興味ある経営者っているんですかとか、好きな経営者とかいるんですかって言われた時、いないです、だって興味ないもんって一時期あったんですよ。だけど最近、なんでこの人って成功したんだろうっていう質問を必ずするんですよ。その人の経営のスタイルとかってには正直興味ないし、売り上げに対しても興味ないんですよ。だけどスタートアップとブレイクスルーは必ず聞いたりするんですよ。でそうすると、そこでなんでそんな判断したんですかみたいな、その人を好きになれるような質問リストを揃えるというのかな。僕が聞くのはスタートアップ、ブレイクスルーって、その人の苦楽を聞くと、そこから一気に興味を持てる。だから次の会った人に対してどういう質問をしたら、その人の話に対して自分が着席できるのかっていう視点を身につけててください。わかりました、はい、38の北原のおっさんが言えるのはここまでです。いいですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとテーマとしてね、かなり深いテーマなので、長期で解決してってください。はい、はい。